はいどうも、白熊先生ですえ。僕はですね、普段教育業界で働いていて、子供たちに勉強を教えてるんですけども、このチャンネルはですね、そんな僕が世の中のヤバいニュースについて解説、考察していこうっていうね、チャンネルとなっております。よかったら、ラジオ的な感覚でお楽しみくださいと。 今回取り上げたいニュースは何かっていうとですねいわゆるその女性芸能人の方、まあ、たくさんいらっしゃるんですけどもその中にはですねあの卵子凍結をですねすでに告白されてる芸能人の方が何名かいらっしゃるんですね、はい、でその中でですね特に有名なのが指原莉乃さんなわけなんですけども今回はそんなですね卵子凍結を告白している女性芸能人3選そしてその3人にはですねある共通点が見えてきましたでさらに言うと指原さんって以前はですね死にたいという いうふうに漏らしていたこともあるっていうですね、えー、感じでなんですよね、うん、まあ今回はそんなですね指原さんのメンタル的な部分についてもですね掘り下げていきながらちょっとこのね3人の共通点についてですね探っていこうかなというふうに思っております えまずなんですけども、この卵子凍結とは何ぞやっていう話なんですけども、まあ、基本的にですね、女性は男性と違ってですね、年を取るとですね、やはりその妊娠する際、今、まは子供を作るってなった時にですね、結構どうしてもリスクが高くなってしまったりするわけなんですよね。うんまあ、もちろんその赤ちゃんが無事生まれてくるかっていうのもありますけど、自分自身の体にもですね、多大なるダメージをですね、与えてしまったりとかするわけなんですよね。 っていうのはちょっとなかなかね特に赤ちゃんを作るってことが難しかったりもするわけなんですよねうん で、まあ、実際問題ですね、その赤ちゃんがなかなかできづらかったりするとですね、いわゆるその不妊治療ってやつに入ったりするんですけども、この不妊治療って、まあ本当精神的に来るらしいんですよ。はい。まあ、まず第一に精神の前に、時間とですね、お金がめちゃくちゃかかるんですよね。うん。不妊治療って、初めて数ヶ月で赤ちゃんできました、やった、はい、おしまい、で済まされる問題じゃなくて、半年、一年、いや、なんだったら何年も何年もですね、チャレンジするっていうですね、まあ長い戦いになるわけなんですよね。で、金もですね、その 分めちゃくちゃかかるわけなんですよ。で、何より時間より金より何が辛いかっていうとですね、まあ、いわゆるその精神的にくるってことなんですね。精神的に、うん。 まあね、本当にですね、えー、来るらしいんですよ。いわゆる、その赤ちゃんがやっとできたと思ったら、まあ、ちょっと早い段階でダメになってしまったりだったりとか、はい。頑張っても頑張ってもなかなかできないとかですね、そういうことが続くとですね、まあまあな確率でですね、まあ、いわゆるその夫婦ともども、もしくはどっちかがですね、病んじゃったりするらしいんですよね。うん。まあ、だからこそですね、やはり早い段階でですね、赤ちゃんを産んでおくっていうのは、まあ、いろんな意味でやっぱりね、リスクが低いってことは、これ僕事実だと思うんですよ。はい。で、そんな中でですね、一つの選択肢として あるのがこれ何かっていうと、まだ若い段階の女性が自身の卵子をですね、凍結してですね、保存しておくっていうサービスがあるんですね。そうするとね起きるかっていうと、例えばなんですけども、自分が年を取ってからね結婚して、じゃあ赤ちゃんが産みたいってなった時にですね、この凍結した卵子を作って、使ってですね、赤ちゃんを作ることによってですね、まあ、赤ちゃんができやすくなるといいますか、はいまあえー、ダメージも少なくですね、はい、赤ちゃんができやすい状況を作るということで、まあ、この卵子凍結をするっていうねのがあるんですね。うん で、実はなんですけども、この乱視凍結をですね、告白してるですね、芸能人の方がいらっしゃると。で、そのうちの3人ですね、まあ、あとの2人は後で言いますけども、まずその一人目が何を書くとですね、指原里乃さんなわけなんですね。うん。 で、指原さんといえばですね、はい、えー、こういう風に言ってるんですね。えー、今年も今のところ結婚願望なし、卵子凍結済みで生活してますっていうですね、このようにですね、今年の終わり、まあ11月くらいにですね、なんとツイッターの方でそういう風にね、えー、ツイートしたわけなんですね。うん。で、えー、結構ですね、その元アイドルの女性がこういう風に卵子凍結をですね、告白するって、ね、結構珍しいじゃないですか。なので、当時はですね、ツイッターでトレンド入りもしたわけなんですよねで。ちなみに指原さんって現在は31歳なんで、まあ、まあ、 別特別若くも特別年寄りでもないっていう感じなんですけども、うんまあ、とはいえやっぱり30代に入ったってこともあるんで、指原さんとしてはですね、いろいろ将来のことを考え出したんじゃないかっていうふうに思うんですよね。うんまあ、今のところ結婚願望がないからこそ、今のうち30代の若い卵子をしっかりとっておきたいということなんでしょうね。うん で、えー、じゃあですね、指原さんですね。はい。この方、どういう風なね、経緯でそうなったのかってことについて、ちょっとね、えー、考えていこうかなという風に思うんですけども。はい。えー、まずですね、指原さんといえばですね、まあ、元々ですね、はい。元々なんですけども、えー、HKT48 というね、えー、グループにね、いたわけじゃなくて、AKB48 ですよね。うん。AKB48 にずっと HKT と兼任というか、まあ、えー、その、飛ばされたって言った方がいいのかな飛ばされちゃったんですよ。うん。で、なんで飛ばされちゃったかっていうと、いわゆる、その、恋愛スキャンダルが発覚してしまった。 んですよねもともとはですねそのアイドルの中でもですね王道タイプではなくてどっちかというとバラエティー寄りといいますかいじられキャラみたいな感じだったんですけどもそのいじられキャラの指原さんがそういうふうにね恋愛のスキャンダルが発覚したっていうのは当時結構話題になりましたよねでしかもそれがですね相手の男からのですねまあタレコミなんですよタレコミはい当時2人でねいろいろ話してるですね、えー、いわゆるそのメールとかですかああいうの全部バラされちゃったんですよねでそれでですね HKT48 に左遷という形になりましたうん で、まあ、ただなんですけど、指原さんって、そのバラエティ番組でめちゃくちゃ跳ねたんですよね。うん。まあ、いわゆる、こう、いじられキャラっていうんですかね。はい。バラエティタレントとして芸人さんたちからめちゃくちゃいじられて、で、かつですね、NG も少なくてですね、ガンガンバラエティで発言することもあって、どん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 地位を高めていったんですよね。うん。で、その結果何が起きたかっていうと、その AKB48 時代では、いわゆるその3枚目役っていうんですか、王道の、えー、なんて言うんでしょう、その王道の清純派アイドルとは違うですね、笑い取り要因みたいな感じだったのに、トータルでガンガン 考えたら、当時ですね,そのええそのね、ドストレートと言いますか、アイドルの王道を走っていた現役のメンバーたちよりも、ですね、現在では芸能界で活躍するっていう、ですね、もう完全に大外からですね、まくるっていうですね、とんでもないですね、下克上を見せたわけなんですよね。うん、で、また指原さんの何がすごいところかっていう何がすごいところかっていうと、そのバラエティアイドルの中でも突き抜けたってことなんですよ。それこそ今の時代ってバラエティアイドルでいう、まあ、バラタ,ブリタレバラエティータ,タレントって言った方がいいのかなで言うと、朝日奈央さんだったりとか、ね、みちょぱさんだったりとか、 だったりとか藤田ニコルさんとか、まあ、いろんなメンバーがいらっしゃるんですけどもカヌジョラと指、ね、原、えー、さんって何が違うかっていうと指原さんはなんとですね最終的に MC にまで上り詰めたっていうことなんですよね。うん、元々はひな壇の一員として普通に出てるのが当たり前だったのにいつしか MC で芸人さんの隣に立ってですね一緒に MC をやるっていう立場になりさらにそこからステップアップしてついに指原さんが MC の番組とかで普通に始まるっていうです、ねうん、ことなんですよ。だ例えばですけどみちょぱさんってめちゃくちゃテレビ出てますけどみちょぱさんって基本的にひな壇 に出ててるんであって MC の芸人さんとか MC のタレントさんの横にいるタイプではないですよね。うん はい。だから、指原さんがやはりですね、そのバラエティタレントさんたちの中でも、こういう風に、1枚も2枚も上手であるということはですね、この辺からわかるわけなんですね。はい。で、さらになんですけど、指原さん何がそういうかっていうと、ここから女性たちに対するアピールといいますか、いわゆるその仕事取りも始めたんですよね。うん。いわゆるそのコスメブランドだったりとか、アイドルグループのプロデュースなんですよ。はい。で、特にこのコスメブランドて立ち上げたリリニューっていうのがあるんですけど、これが女性人気が凄まじくてですね、年間15億円くらい売り上げがあると言われてるんですね。 そして、そのうちの年間ね、数パーセントが指原さんの取り分ということもあるので、まあこれだけでもですね、平気で億単位のお金がですね、指原さんのところには入ってくると。で、さらにアイドルグループで言うと、イコールラブっていうグループだったりとか、その下にあと3つくらいグループを作っているのもあって、そのお金もですね、まあバンバン入ってくるわけなんですよね。うん。 なので、そのバラエティタレントの仕事だけじゃなくて、いわゆる副業にも手を出してですね、副業でも大成功したっていう感じなんですよね。うん。で、さらにですね、そのお金もですね、きっちりと投資に回しているっていう話なんですね。はい。いわゆるその個人事務所を作って、個人事務所の代表は誰かっていうと、お母さんにね、してるわけなんですね。もうこれ税金対策なんですけども、そしてお母さんにですね、なんととにかく土地を買えというふうに今言ってるらしいんですよ。はい。土地をどんどん買え、ワンルームマンションを買えと、もうとにかく投資、自分が住む目的じゃなくて、投資として、そのマンションを だったりとか、えー、その不動産だったりまあ、いわゆるその、えー、土地ですねそういう不動産関係にですねガンガン手を出してですねまあ、将来ですねまあ仕事がなくなってもいいようにですねしっかり対策してるわけなんですねうんまあ、しかしなんですけどそんな笹原さんにですね唯一ですね全然話として入ってこないのがいわゆるその男性関係の話なんですよねはい笹原さんってさっき言ったそのね HKT に飛ばされたですね、えー、元彼のですね暴露っていうんですかあれくらいで他にですねこう明確な男性と写真を撮られたとかいう話がまあ全然出てこないんですよまあもちろんね え、そのその間にもいろいろ男性とはそういう関係になってると思うんですけども、とはいえあんまりそう浮いた話がないことは事実なんですね。うん。でそんな中なんですけども、去年の末にですね、皆さん元 AKB48 の篠田麻里子さんの不倫騒動って覚えてますかね。はい。であの時にね篠田さんって。 いろんなことをさ、当時の旦那に暴露されてしまって、その中で暴露されてしまったのが、女性用風俗通いなんですよね。はい。今めちゃくちゃ流行ってるんですよ。女性用風俗っていうね。イケメンたちがいろいろ性的なマッサージとかサービスしてくれるやつね。あれすごい流行ってるんですけども、あれにその篠田さんが通っていたってことが暴露されてしまって、当時いろんな LINE が流出しちゃったんですね。で、その中でですね、なんとその指原さんが、えー、いわゆるその利用していることもですね、まあ、バレてしまったわけなんですよ。だから完全に流れ玉でね、バレてしまったんですよね。うん。 サシラさんがですね、LINE でその女性用風俗を使い終わった後にですね、サイコーとかですね、泊まりたいくらい、ちょっと延長しますといった感想をね、送っていることがですね、なんと流れ玉でバレてしまったっていう話なんですよね。うん。まあ、えー、だからですね、サシラさんも別に彼氏さんとか結婚願望はなくともですね、やはり女性としてそういう願望は人間として当たり前にあったっていう話なんですよね。まあ、しかしなんですけども、うん。 これがですね、バレてしまった結果ですね、指原さんはですね、周囲にですね、死にたいとこぼすほど思い悩んでいたっていう話なんですね。で、さらに言うと、まあ、この発端となってしまった、篠田真理子さんに対して怒りも滲ましていたという話なんですね。うん。まあ、こんな感じでですね、はい。まあ、芸能界をですね、うまいこと渡り歩いてですね、ついにね、ま、あ行ってみたらね、えー、登り詰めた指原さんなんですけども、こういうふうに、さらにプラスアルファとして、まだ結婚願望はないんですけども、卵子凍結はしているという話なんですね。うん。で、ちなみにじゃあこれ、指原さん以外に卵子 凍結してるですねタレントさん誰かっていうと、えー、これ女芸人さんのですね、3 0のヒロインの福田さんですね。3 0のヒロインってストリオいるじゃないですか。あの真ん中の方ですね。福田さん。この方ももう30過ぎてますね。はい。あともう一人誰かっていうと、これまた30過ぎてるんですけども、ホーリンラブのね、バービーさんですね。はい、バービーさん。うん。 ね、あの、イエス・フォーリン・ラブの方の女性の方ね。はい。が、すでにですね、乱子凍結をですね、告白してるわけなんですよね。はい。で、どうですか、皆さん。この指原さん、バービーさん、福田さん。これ3人なんか共通点見えてきますよね。うん。これ何かっていうと、意識高い系女子なんですよね。意識高い系。はい。 ね。えー、いわゆる、その仕事をバリバリやって、キャリアも積み上げていきたいんだけども、でもやっぱり子供も欲しいっていうね。はい。でもやっぱり子供とか家族のために自分の人生を全部犠牲にはしたくないみたいなタイプっていうんですかうん。両方手に入れたいみたいなさ、なんかすごい意識の高い方。うん。で、そういった方が、こういう風に卵子凍結をしてると。で、なんだったらね、僕思うのが、僕ね、ちなみに言うと、卵子凍結することは何も悪いことじゃないと思うし、素晴らしいことだと思うんですけども、それをわざわざ言うっていうあたりがですね、意識高いなって思うんですよ。うん。ね。いや、僕の思うに多分ね、芸能人の 方方にには別にこの3人以外も卵子凍結ししててるるっっ全全然然いらっしゃると思うんですよ全然うんなんですけども、いちいちさ、言う必要ないじゃないですか。私、卵子を凍結しますっていう風に言う必要ないじゃないですか、いちいちね。はい。にもかかわらず、この3人って言ってるんですよ。んで、こういうふうにはっきりと言う人っていうのは、やっぱりですね、何て言うのかな、こう意識高くですね、もう女性の権利だったりとか、女性に対する何かしらのですね、何かこう事件とか、まあいろいろあるじゃないですか。そういうこととかね。その 女性の権利がどうだとか、自分らしく生きるとかわかんないけどね、そういう系の時とかに結構インタビューを受けたりだったりとか、そういったことについて情報を発信したりだったりとかするタイプなんですよね。うん。それこそバービーさんとかで言うと、女性と性についてみたいな、そういうことについてガンガン結構発信してたりするわけなんですよ。はい。だからこそ、性、性を女性ももうあるわけだから、こういう時にこういうことしたくなる。でもこういうことが危ないからこうするべきだみたいな感じで、結構世の中に対してですね、苦言だったりとか、まあいろんなことをですね、提言したりだったりとかするみたいなね。はい。まあそんな感じでですね、 まあ何かこの3人共通点あるなーっていう気はすごくしますよね。うん。まあ一言で言う、もう本当にね、えー、雑にね、雑にまとめてしまうとするんであれば、意識高い系、気の強い女子っていうんですね。はい。意識が高くて、かつ気の強くて、かつですね、向上心の塊みたいなね。はい。そして、再起ふれる。これが大事ですね。再起ふれる方。そして、金もたんばり持ってるみたいなですね。はい。こういった方々がですね、やはり卵子凍結するんだなっていうね。うん。 だから乱死凍結あるあるみたいなところもあるのかなっていう気がしますよね。うん。で、それでいてそれを言っちゃうっていうね。はい。それを言っちゃうっていうところも含めてっていうね。うん。のが僕としてはなんか、あ、なんか共通点見えてきたなっていうふうに思いますね。うん。 まあでもそれにしてもね、元々は AKB48 の3枚目いじられキャラみたいなバラエティアイドルが、最終的にね、当時さ、人気がナンバーワンだった前田敦子さんだったりとか、えー、あと誰かいたっけ大島優子さんとか、あと懐かしい、もう辞めちゃいましたけどね、渡辺真由、真由さんだったりとか、それこそ篠田真理子さんとかさ、高橋みなみさんとか、板野智美さんとかさ、そういうなんか神セブンですかあとは、だん誰かいたっけなまあその辺か、柏木、えー、柏木さんとかか。まあその感じのメンバーが上にずらーっといてさ、ね、それに比べて、指原さんは3枚目みたいな感じだったんですけど、いつの まにかね総選挙でも1位取って芸能界でもその人たちを全部ごぼう抜きにしてさ1位ね取るっていうのはうんなんかすごい話ですよねはいまさにジャイアントキリングと言いますかはい全てを手に入れたねえー、女帝みたいなまあそんな感じが僕としてはしましたはいえーというわけで,ですね今回はご覧で終わりますこんな感じですねちょっとも共感してくださった方はよかったら高評価チャンネル登録ですねごめんなさましたらぜひよろしくお願いしますどうもありがとうございました